解説動画だよー。全員、集合ー。解説、行ってみよう。おいっすー。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回はジオン公国軍残党が小惑星アクシズで開発したモビルスーツの解説になります。ティターンズとは別組織だぜ。つまり、第三勢力のモビルスーツ解説になるぜ。ジオン軍ファンの方お待たせしました。ただ、残念なことにグリプス戦役では主に2種類しか登場しないので、申し訳ないけど解説自体は少ないぜ。一応、エウーゴ VS ティターンズがメインだしね。そうだぜ。では、そろそろ解説を始めたいと思うぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、AMX-003、ガザ C、になります。ガザ C は一年戦争終結後にアステロイドベルトの、小惑星アクシズに逃げ延びたジオン公国軍残党が開発した、可変モビルスーツになるぜ。C ということは A と B もあったのかな？もちろんだぜ。A と B はこんな感じかな。そしてアクシズの地球圏への帰還が決定すると、戦闘用に発展させたガザ C を主力として軍備増強を行ったぜ。そうなると一応第三世代となるのかな？そうだぜ。可変モビルスーツであるからな。じゃ、かなり強力なモビルスーツだったのかな？今までの可変機は強力なものが多かったわよね。やはりもともとは作業用だったため。機体そのものの性能は高くはないんだぜ。あや？じゃあどうして主力モビルスーツとして生産したのかな？それは地球圏への帰還にあたってある程度の数のモビルスーツを揃えないと、問題が発生するからな。ガザ C は作業用の時のラインを、そのまま使用して生産できるため大量生産が可能だったからな。なるほどね。他にも特徴があったのかな？まずガザ C は基本的に3機編成で砲撃戦を行うことをメインとして開発されたぜ。これはアクシズ軍のパイロットの連動問題から砲撃を中心とする集団戦術を想定しているからだぜ。そのためメイン武装である高出力ビーム砲、通称ナックルバスターを使用するため強化型ジェネレーターを搭載しているぜ。ナックルバスターの威力はすごそうね。機動性とかはどうだったの？機動性と運動性は思ったほど高くはないぜ。ガザ C は可変自走砲のような感じだしな。ただ、新機軸の運用は期待を上回る成果を上げていて、生産性と低コストということで主力機として大量に生産されたんだろうな。なるほどね。短期間に大量に製造できて威力の高いビーム砲を、持っているだけでもアクシズ的には重要だったということね。そうだな。他の特徴を挙げると、コクピットはハイザックと同型のものを頭部に内蔵していて、モノアイは大型化しているぜ。脚部はもともと土木用マニピュレーターであったため、重力下での運用は想定されていないぜ。あとやはりもともと作業用であったためか、機体そのものの構造は脆弱で格闘戦などには向いていないぜ。なんか本当に急増品って感じね。エウーゴやティターンズの第三世代と比べると見劣りしてしまうわ。そうだな。ただ生産数はこの頃にしては大量に生産しているしな。あとモビルアーマー形態は巡航距離は短かったけど、ナックルバスターとビームガンが一直線上になるため火力はかなり高いぜ。さらに脚部を設置して固定し、砲台形態としても運用できるぜ。こう見ると集団戦ではかなり強いかもしれないわね。ここの性能は低いかもしれないけど。だからこそ最初から集団戦用として運用していたんだろうな。それでグリプス戦役での活躍はどうだったのかな？第三勢力として大活躍したのかな？一応ティターンズ側につくかエウーゴ側につくかで重要視はされていたな。ただ最後の最後でアクシズ側が過ちを犯してしまったのが、大量のガザ C を投入して戦場に向かう途中で、100式のメガバズーカランチャーで壊滅的な撃墜をされているぜ。どうしてこうなった？
そのためアクシズ軍はベテランパイロットを一気に失うことになってしまったんだぜ。あや、旅費の利を得るどころか逆に大ダメージに。まあ、そのため後の世のアクシズはパイロット不足に本当に悩むことになるんだけどな。なんというかガザシーって本当に重要だったか悩むところね。戦果もそれほどでもないし、むしろベテランパイロットを失ってしまうし。ただ、ガザシーはその後バリエーションと後継機が出るから、アクシズ的には重要度の高い可変モビルスーツということだと思うぜ。まあ、火力が高くて生産性も良くて低コストの可変モビルスーツなら、確かに重要度があったと言っても過言ではないわね。でも、気になる点はガザシー以外のモビルスーツってなかったのかな。一年戦争終結から7年以上も経っているのに。それはもちろんあったぜ。でもそれらのモビルスーツを本格的に配備するのはもう少し後の話になるぜ。なるほど。本当に漁夫の利を得るのね。第18回いかがでしたか？補足としては他の兵装としては、ビームサーベル、脚袋、かな。あとアクシズの実質的な指導者専用機もあったことかな。ハマーン様専用機ね。ハマーン様専用機の例のモビルスーツの解説はいつよ？あれは、グリクス戦役解説の最後になるぜ。嘘？だろ。いや、なんで最後になるかは多分グリクス戦役に詳しい人ならわかるかと。だから例のモビルスーツに関してはもう少しお待ちください。ぐぬぬ。じゃあ次回の解説するモビルスーツは何なの？次回は今までも少し出ているティターンズの第2世代量産型モビルスーツになるぜ。あれ、ティターンズの第2世代なら高性能のマラサイがあった気が。その辺も踏まえて次回解説するぜ。わかったわ。それでは次回また会いましょう。では、ゆっくり解説次回。ガンダムマーク2量産化計画。いや、どう見てもマーク2に見えないわよ。